ジョン・ロー、ジョン・ロー、1671年4月21日から1729年5月21日は、スコットランド出身の経済思想家、実業家、財政家である。新手型主義や気象価値論を提唱した講師とされる。後年には、コルベールやチュルコ、ネッケルランがついた財務総監に就任し、フランス、ブルボン朝、 ルイ16世初の紙幣を発行するに至った。ホープ商会と同様にアムステルダムで金融キャリアを積んだ。ローはスコットランドの首都であったエジンバラ近郊で金細工し銀行家のウィリアム・ローとその妻、ジャネットの第五子として出生した。1683年暮れ12歳の時に父親がパリで隠しするとかなりの遺産を残した。 14歳になると、ファミリービジネスに加わり、銀行業を学んだ。1688年に銀行業を放って、ロンドンに上京し、お金を湯水のように使い、賭博に手を出した。しかし、幸運が味方したのか、間もなく財産を築いた。世間から、イカサマシとの評判が立ったほどだった。1694年4月9日、 エリザベス・ビリアースという貴族の娘をめぐって、エドワード・ウィルソンと決闘して殺してしまい、投獄され、同年4月22日に、公主刑判決を受ける。1695年早々に、友人の手引きで、王座裁判所の監獄を脱獄し、指名手配される。アムステルダムへ逃れてからは、銀行家としての道を歩むことになり、パリ、ジェノバ、ベネツヤなどに赴き、 ヨーロッパ各国の経済システムを注意深く観察し、経済思想家としても自分の思想を持った。ローは行く先々でその地の支配者に新銀行設立の憲白書を提出するが拒否される。アムステルダム時代にジェームズ2世の息子、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートと知り合いになる。1705年にスコットランドに戻った後、フランスに渡る。 ルイ十五世の摂政であったオルレアン公爵フィリップ二世と婚意であったために比較的に宮廷では早く出世した。ローは通貨の信用性を初めて強調し、重金主義の批判者としてフランスのジャンバティスト・コルベール以来の経済政策を批判した。ジョン・ローの貨幣理論は先古典派経済学の時代の重商主義が前世を迎えたフランス経済に パラドックスとも言える理論を提示した。王立銀行権の問題は、確かに全国土の貨幣制度を紙幣にする試みであり、ある種、無双化と思われても仕方がない。18世紀に入り、彼は独自の先駆的な貨幣理論を持ち歩いたが、いずれにしても失敗に終わっている。もっとも、老の持つ貨幣理論には、現実的な側面があった。それは、打艦貨幣が持つ、 貨幣価値の保存において、貨幣中造に関連する不確実性によって多大な損失をこむる可能性がある。この時リスクにバランスを保つということを考えた。ローは自らの貨幣理論を遂行するにあたって、金融政策のセオリーを採用している。すなわち、対外形状収支に関する禁止事項を作成し、閉価切り下げなどの貨幣のハードルを高くる政策を取る。 そして、銀行の仲介業務を通じた信用を確保し、紙幣が物価を保証するというものである。だが、彼は大衆をよく理解しており、貨幣理論の持つ特徴である、労働価値、安定性、無限時間といった性質を熟知し、国家の利益のロジックを用いて、自らの政策を説明している。フランス政府の交際整理計画は、パニックを利用した計画性のある、 貨幣政策であるが、1926年の時、ルール問題に関連するフランス国内のインフレーションのように、その一貫性がしばしばあだになった。ローは、金銀成果が経済力を示す世界において、国内の影響を考えながら、アンチジョンローを順化させる方針を取ったのである。一般銀行の王立銀行への組み入れは、その第一歩であった。しかし、結局、ジョンローは、 バブル経済という事態には対応できなかったのである。ローはフランス領ルイジアナのミシシッピ開発の成功を担保とした俯瞰紙幣の発行を主張した。これがミシシッピ計画である。当時のフランスは極度の財政赤字であり、ローの提案するうまい話に乗ってしまい、ローに多大な権限を与えてしまう。ローの具体的な功績は管理通貨制度を実行し、 フランスを金属貨幣経済から、紙幣経済に移行させた点である。1716年5月2日、バンクジェネラール、一般銀行、総合銀行を設立し、これは1718年12月に、ルイ15世の認証を受け、フランス初の中央銀行である、バンクロワイアル、フランス王立銀行に発展し、ローは同行総裁に就任する。 1717 17年4月10日には同行の銀行券での納税を可能とし、紙幣の使用はフランス中に広まっていく。さらに、1717 17年9月6日に製法会社を資本金1億リーブルで設立し、これは1719年5月に東インド会社や中国会社など諸会社を統合継承し、フランスの海外貿易特権を一手に握るインド会社、 通称、ミシシッピ会社に改組され、ローは同社総裁に就任する。1718年には、ミシシッピ川川口にニューオーリンズが建設される。しかし宣伝とは裏腹に、ミシシッピ開発はうまくいっていなかった。が、フランス国民は知らなかった。当時、フランス国債はすでに信用を失っており、市場価格は額面価格を大きく下回っていた。 ローは国債を額面価格でミシシッピ株式会社の株式に転換できるようにした。人々は争って政府に償還義務のある国債を政府に償還義務のない株式に交換し、ローの銀行は大量の紙幣を吸って株式の配当の支払いに当てた。ミシシッピ計画はフランス王室を巨額の債務から解放し、ルイ14世が生み出した多大な財政赤字の 解消に寄与した。ミシシッピ会社株は、ミシシッピ開発が生み出す、実際の価値以上の値をつけるバブルとなった。株価は1株500リーブルから1万リーブルへと20倍に、膨れ上がった。1720年5月までに、紙幣に換金可能な株と紙幣を合わせた、通貨供給量は、リーブル換算で以前の4倍となり、フランス経済は、空前の後継気に湧いた。 1720年1月5日に、ローは、フランスの財務総監に任命される。しかし、同年5月に取付騒ぎが起こると支払い能力、以上の現金が引き出され、ミシシッピ会社株は暴落、バブルは崩壊し、ミシシッピ計画は破綻した。ローは、同年5月29日、財務総監を辞任、同年12月20日、フランス国外へ逃亡し、イギリス、 過去の殺人については赦免されたに4年間いた。最後はベネツヤで亡くなった。計画の破綻はフランス大革命の演因を作り出すこととなった。同の時代に間接税の徴収はミシシッピ会社が行っていた。解体されてから再び徴税受け負い制に戻された。1726年に国王が総受け負い人と契約し、 年間8000万リーブル期間6年の徴税権を与えた。総受け追い人は株式会社を作って国王への前貸金800万リーブルを手形発行で調達した。前貸金は短期交際の例に漏れず累積していった。1750年の契約では、徴税額8000万リーブルに対して、前貸は2000万リーブルに、1756年の契約では、 徴税額1.1億リーブルに対して6000万リーブルに1768年では徴税1.32億に対し前貸し9200万となった。利幅の凄まじい原因は財政の苦しさのほか受け負い会社の暴力性にもあった。武装した会社は貴族やブルジョアの家宅捜査を自由に行い脱税者を投獄する権限もあったという。この会社は 革命で解体されるまで税収の4割以上を徴収した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。